はい、いつも動画見ていただいてありがとうございます。56歳のおっちゃん、今日ね、これ息子のバイクなんですけどね、エンジンがかからないんです。ちょっと2週間ぐらいほったらかしにしてたら、多分バッテリーがダメなんかなとは思うんですけど、とりあえずそれでね、先週こんな感じでお仕掛けしました。行くよ、これをね、何回かな、10回以上繰り返したんですけど、最後口から心臓が出てきそうになって、それでもう諦めて、バッテリーを購入しました。それでバッテリーが来たので、今日バッテリーのゼファー X の付け替えと、それと実際バッテリーだけがダメかどうか、オルタネーターが充電用しなくて、それで今回バッテリーがダメになったのかわからないので、後でオルタネーターのオルタネーターが大丈夫かどうかのチェックもやっていきたいと思います。まあ素人チェックなんですけど、よろしければご覧ください。まずはクリーナーの上のネジを2つ、こことここプラスで外します。ただスプレーだけです。次に、バッテリーの端子を外します。バッテリーの端子はマイナス側から外します。必ずマイナス側から外してやってください。でコネクタを触れないところに持っていって、次に、プラス側を外します。つけるときは逆で、プラスからつけて次マイナスをつけます。ただそれだけです。このゼファーめちゃくちゃ付け替え簡単です。はい、バッテリー外れました。こんな感じです。でバッテリーは購入するときに必ず気をつけないといけないのは、プラスとマイナスがどっちか、ここに全部印があるので、はい、今からつけていきたいと思います。これバイクも車も全て共通で、つけるときはプラスから、外すときはマイナスから。プラスからつけて次マイナスをつけます。ただそれだけです。このゼファーめちゃくちゃ付け替え簡単です。これでエンジンがかかればいいんですけど、かからんかったらもう最悪。はい、装着完了しました。エアクリーナーの蓋をつけて終了です。さてこれで先週かからなかったエンジンがかかるか、いきます。かかりました。
はい、エンジンはかかったんですけど、実際このバイクがバッテリーが悪かったか、ひょっとしてオルタネーターがもう寿命で充電しなかったかもわからないので、ちょっとテスターで測っていきたいと思います。まあ、プラス外す、今が 13.47、 本来はプラスを外してやるのがセオリーなんですけど、外さないでやってます。今ちょっと落ちたんですけど、孵化した時にボルトが上がったんで、これはオルタネーターはちゃんと発電してるので、オルタネーターも大丈夫で、本当にバッテリーがダメだけでした。こんな感じで本当に良かったですってなわけで、まあ一安心ということです。はい、動画今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。今日は無事、行けました。それで、オルタネーターも結局テスター繋いでアクセル吹かしてやったら、14-15V までブンブンってこう筋が上がって、ちょっとカチッと落ちてしまったんですけど、大丈夫だったので、オルタネーターは全然大丈夫で、バッテリーがダメでした。それと今回ね、バッテリーなんですけど、このバッテリーに関してはテスターで測ったらね、 12V ちょっと出てるんです。ほんで充電器にかけても緑色で充電 OK のところまで行ってるのに、エンジンがかからず、そしたらね、この時のエラーとしては本当になんていうんだろう、電気系統が誤作動してるみたいな、タコメーターも降ったりとか、まあ変な症状が出てました。結局バッテリーがダメということで、今回は改善しました。56歳のおっちゃんと息子ガレージライフ、今日は成功ということで、やりました。ありがとうございます。最後までご視聴いただき、こんな感じで今エンジンかけてかからんかったらまた騒動なんですけど、はい、そんな感じで、無事エンジンもすぐにかかるようになりました。また今度ね、息子と晴れた日にまた走行動画も撮っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。あといいね、高評価もめちゃくちゃこのおっちゃん好きなので、重ね重ねよろしくお願いいたします。本当に毎日ゆるい動画ですけど、また明日お会いできれば幸いでございます。今日はどうもありがとうございました。さようなら、おっす、また明日。